昔々、砂漠にお宝の山が隠されていました。ボルトハンターたちがそれを見つけ、悪者たちをやっつけました。そんな出だしじゃ、まるでダメだ。悪くないと思ったけど。口答えすると1週間飯抜きだぞ。いいか、こういう具合に始める。伝説は語る砂漠の秘宝のこと、その秘宝をめぐる血みどろの戦いのこと、強固な意志を持った勇猛で無慈悲な女海賊のこと、恐るべき怪物レバイアさんのこと、過酷な運命が待ち受けるとは知る由もないボルトハンターたちのこと、わかったか？僕の方がわかりやすい。お前の一生も短くしてやろうか。私の愛しき町オアシスへようこそ。いきなりでなんだが、私から水を盗もうとする砂漠の海賊どもを何とかしてくれんかね。ありゃ一体なんだ。やったぞ。私はシェイド。君のような素晴らしい人間は初めてだ。どうかこの場所にとどまってくれ。
シスの町のみんなも君にか砂漠の秘宝を探しているなら発見スカーレットや話を聞くといい。ただし彼女のいるワームウォーターに行くにはサンドボートがいる。私のを使ってくれ。大勢の命を救ってくれたお礼さ。ああ君は本当に最高だ。たまたまサンドボートが爆発したせいでオアシスに留まって私ともう少し一緒に過ごさなくてはならなくなった。まあ心配するな。生き残ったオアシスの住民たちが予備のパーツを持ってる。彼らに相談してみる。ただし気をつけるんだぞ。あそこには砂虫がいる。食われちまったら元も子もないから。よう、俺はジョークのジョッコーっていわば笑いの達人だ。スケッと水不足の違いがわかるか。違いはない。なぜなら両方ともお前の命を奪うからさ。まったくくだらん男だな。ところでジョッコーにはネタの小道具用にレギュレーターを貸したんだ。見つけたら好きに使ってくれ。あと少しパーツが集まれば君は財宝を求めてキャプテンスカーレットに会いに行ってしまうのだ。はい、ジェニファーよ。洋服と男の子と噂話が大好き。今のはジェニファー、いい子だけどナイーブでね。サンドボートに使えるオーバースラスターを持ってるはずだ。驚いたわ。シーリーさんの話を聞いてくれるなんて。かっこいい。ああ、彼女はミセス・ブラビスだ。気の多い女だから注意した方がいい。そうだ、彼女にプレゼントした冷却剤散布機があるんだ。それも使ってくれ。サイドメニューはフライドポテトね。あら、なんだ、とっても素敵じゃない。うん。全部揃ったようだな。親切なオアシスの住人たちに感謝するといい。それにしても水がたっぷりあってよかったよ。じゃなきゃみんな脱水症状で死んでただろうからな。パーツをサンドボートに取り付けるんだ。一度そいつをスキャンすればどのキャッチャーライドからでも呼び出せるようになる。No.
修理完了だな。ボタンを押せばキャッチャーライドのシステムにサンドボートのデータを取り込むことができるぞ。お望みならな。死にたくなければ私から何か買っておけ。何かやるって時にはぜひうちのタワー。これでどのキャッチャーライドからでもサンドボートを生成できるぞ。ただしキャプテンスカーレットに会いに行く前に必ずこっちに寄ってくれ。特別な用事はないよ。ただ寂しかったのさ。タップスカーレットはもう何年も砂漠の大砲を探している。サンドボートに乗って会いに行くといい。からのボートか。まあいいだろう。うん、サンドマン様が羅針盤のピースをご所望だ。おまけに襲撃というわけだ。おい、そこのお前、サンドマンの手下どもを片付けるのを手伝ってくれないか。それなりの礼はするぞ。
お前ボルトハンターだな。噂には聞いていたが実物を見るのは初めてだ。全く見事なものだ。砂に埋もれた財宝を探しているなら私を訪ねてきたのは正解だ。失礼、自己紹介がまだだった。悪い癖でな。私はキャプテンスクール。インゴよろしくな。そうそう、じゃあ待って。伝説によるとある羅針盤の4つのピースを集めれば宝が手に入るらしい。今私とサンドマンが一つずつピースを持っている。そこで相談だ。ヘイターズホールに乗り込んでサンドマンを殺し、そのピースを手に入れてきてくれ。自分でサンドマンを殺さないのかって？いい質問だ。会話をリードする手腕もさすがだな。理由はサンドマンがかなり強い相手で、お前は私にとって使い捨て同様の駒だからだ。幸運を祈る。地下には豊富な水があるということか。こいつは驚いた。おっと失礼。実は君の目に映るものが全て見えるように移行装置に細工したんだ。何しろ退屈だし、君が人を始末するのを見るのは愉快だ。カラディー、
金さえ払えば私がきっちり命を救ってやるぞ。命を大事な急な結果でもドクター Z が縫い合わせます。幸運を命を大事な オアシスに渇きで死にかけてる人がいなくてよかったよ。でなければその巨大な地底湖を見ただけで私の心は怒りで爆発するだろうからね。サンドマンと私はこういう中でな。と、ジェスチャーは見えないんだったか。
最高の仲間だったってことさ。だがそれも失われた財宝のことが書かれたキャプテンブレイドの古い手記を見つけるまでの話だ。私とサンドマンはキャプテンブレイドの羅針盤のピースを2つ見つけた。そして愚かだった私はあいつを刺した。だがナイフが折れ、奴は私の足を打って逃げた。まったく無様なものさ。私はその時に学んだ。絶対に仲間を裏切るな。自分が優位に立つまではとな。ターレットを展開。Okay.
本当に死に値するアホだな。教えてやろう、些細な間違いが。大きな痛みを招くってことをな。空海は俺の場合でも値打ちは半分でだ。つまり攻めの値打ちは俺の4分で。犯罪ハンターケロケロの新作を読むことができたのでよしとしよう。あ、犯罪と戦うカエルの話だ。そう、発想だ。あ、そうね。
配置。最高だ。我々はいずれ殺し合うことになるだろうが、今はとにかくその技量を称えよう。財宝のもとに導いてくれる羅針盤のピースはあと一つだ。さあ戻ってきてくれ。残りはあと一つ。羅針盤の最後のピースのありかを知っていそうな奴がいる。ハーバートという男でラストヤードに住んでいる。そこの包みを手土産に持っていくといい。喜んでお金をいただきますよ。その包みを落とすんじゃないぞ。私がいいと言うまでハーバートに渡すなよ。わかったら言ってこい。ピースが揃ったら、私がお前を殺してピースを奪い取るんじゃないかと疑っているんだろう。そんなことはしない。たとえ羅針盤が完成しても、ある知られざる秘密の場所に持っていかなければ、ブレードの宝の場所は明らかにならないのだ。だからまだ心配しなくてもいいぞ。行くぜ。
もう。さてと。
について知りたいか？キャプテンブレイドの宝について妙に詳しかったからな。数ヶ月前に船に乗せてやったのだ。結局追い出したがな。理由？すぐにわかる。悪党が一匹減ったな。そうそう、ハーバートに私のことを聞かれても何も言わないでくれ。いいんだぞ。あれ？
痛みだくたまり。やがあの薄気味悪い子や、ハーバートの家に違いない。上の階に上がり、ロックをして悪魔のような悪臭に備えろ。
おう、今行く、待ってろ。スカーレット、君なのか。なんだ、スカーレットじゃなかったのか。でも彼女の匂いがするな。スカーレットは羅針盤の最後のピースを探してるんだろう。いいとも、話をしようじゃないか、君と俺の二人で。スカーレット、羅針盤を完成させるのに協力すれば、スカーレットはどんなに喜んでくれるだろうか。でもそれだけじゃダメだ。この俺がどれほど気にかけているか知る必要がある。そうだ、テープだ。テープを持ってきてくれ。エコーに場所を示してやるから。予想通りの展開だな。仕方がない、急いで彼のラブレターを集めてやってくれ。すまないな。
盗みを働いた船員を捕まえた。望遠鏡で処刑の様子を見ていたが、彼女は丸腰の相手を殺すのを良しとせず銃を渡したのだ。彼女の剣がそいつを貫いた時、俺は悟った。彼女こそが運命の女性だ。さあ、こいつは何かな？見つけてくれたのかい？羅針盤の最後のピースと一緒に届ければスカーレットも俺を呼び戻す方がなくなるだろうな。ピースはその宝箱の中に入ってるよ。ああ、きっと錆びついてるんだ。錠前を打ち壊してしまえばいい。おい、伝説の羅針盤のピースまで壊れてしまったじゃないか。ああ銃を撃った時に羅針盤のピースまで粉々にしてしまったみたいだな。うん、入ったな。いや待てよ、そうだ、部品さえ揃えば代わりを作れる。ひとっ端にウォッシュバーンリファイナリーまで行ってきてくれないか。さあ、ゼロは急ぎだ。
回復薬やシールドをお求めならこちらへ。絶好の商売日和ですな。あとは自己責任ってことで。毎度どうも。他の店に浮気しちゃいけませんよ。Yeah.
お目に留まったものがあれば言ってくださいよ。
Ah!
いやつだぞ。全然。完成したら4つのピースを組み合わせてマグニスライトハウスってとこに持っていくんだ。そうすれば砂漠の秘宝が埋められている場所がわかる。みんな死ぬんじゃないぞ。いい取引ができてんぜ。ではまた。
叩き。受け付けます。臓器は下の容器に入れてください。みんな気をつけるんだぞ。コーン。はどこだ？こっちによこせ！これがこうで、ここをこう締めて、ここをちょっとだけ切り取ってと。よし！
さあできた、羅針盤の最後のピースだ。じゃあこれをテープと一緒にスカーレットに渡してくれ。そうすれば彼女は俺とよりを戻してくれる。もしそうならなかったら俺は彼女を追いかけ、彼女の匂いを嗅ぎ、もう一度振り向かせてみせるさ。ピースが手に入ったのか。よくやった。ハーバートに例の包みを渡して戻ってこい。スカーレットからプレゼント。やっぱり彼女も未練があったんだな。どう思うな、ハーバート。包みの中身は爆弾だって言ってなかったか。それは悪かったな。さあ最後のピースを持って帰ってきてくれ。いよいよ宝の何かが分かるぞ。キャプテンブレイドが宝を埋めた場所を突き止める時が来たぞ。これが私の持っているピースだ。受け取れ。さあ向こうのテーブルで羅針盤の残り3つのピースと組み合わせるんだ。よし、これで羅針盤が完成したぞ。手に取るんだ。次はその羅針盤をマグニスライトハウスに持っていけ。宝を見つけたらウイスキーとステーキで作った家を買うつもりさ。死ぬ数年前にマグニスライトハウスを建てた。彼の主義によると羅針盤を灯台のてっぺんに持っていけば宝の埋まった場所を示してくれるらしい。とはいえ主義には知能を持つタコスが社会を牛耳っているだの意味不明なことも書いてある。晩年の彼は少々頭をやられていたようだな。
死ぬんじゃないぞ。申告義務があるので言っておきますが、私は資格を持っている。ありません。毎度あり、お仲間にも宣伝よろしく。うちの商品に勝るものなんてありません。足が保証します。Ugh!
しお前が先に宝にたどり着いたらレバイアさんには気をつけろ。前にも言ったが、私はあいつにペットを食われている。ブレイドも手記の中であいつは宝を守るために死ぬまで戦うと述べているぞ。アンドモードみたいに一人回り
こいつは、なんていうか。宝の埋まっている場所がわかるぞ。
は宣言します。しい選手だ。だが私と部下はたった今東大が示した地点に到着した。つまりこれでお別れと。私と部下はレバイアさんに飲み込まれてしまった。だが悪くない、奴が我々を宝の在処に導いてくれる。何より嬉しいのは私のロスコーが見つかった。
勝ちだ。さらばだ、ボルトハンター。くそ、ピストルを落としてしまった。拾わないでくれ、窃盗になるからな。盗みは悪いことだろ。Thank you.
さあってこいつは何かな。Thank you.
まったくすごいやつだ。ノーライネル。テープ破損。まったくだ。こうしてボルトハンターたちは不誠実なキャプテンスカーレットを倒し、レバイアさんを退治した。パンドラの地平線に沈む夕日を眺めながら彼らは気づいた。キャプテンブレイドの宝を見つけはしたが、本当の宝は実はずっと彼らの心の中にあったのだと。めでたしめでたし。どう？こいつは、なんていうか…
どれどれ。見せてくれ。私から何か買っておけ。出血多量で死にかけた時は頼れるドクター Z を思い出
鎖なんかいらんでしょう。不要な銃。